皆さんこんにちは。レックで土地家屋調査士試験の講師をしております木村真由美と申します。今日私がこの収録をしているのが、何月何日かというと7月の9日、これは、今年の測量司法試験の合格発表日ということになります。すでに合格発表は出ています。受験された方確認されましたでしょうか。合格された方本当におめでとうございます。で、今年残念な結果に終わってしまった方、絶対に諦めないでくださいね。絶対に来年もチャレンジしていただいて、一度学習を始めたことは必ず形にしていただきたいと思っています。はい。で、今日は、測量司法の試験を受験された方に、ぜひ土地家屋調査士試験という試験に、チャレンジしてほしい、でそのチャレンジするメリットというのを皆さんに少しお時間いただいてお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。まずはメリットその1、もうこれが最大のメリットということになりますけれども、土地家屋調査士試験というのは、これは午前午後、基本的には1日かけてやられる、される試験ということになります。で、測量司法の試験に合格しているとこれどんなメリットがあるのか、これ午前の試験が免除ということになります。だから午後の試験だけ受ければいい、もうこれ最大のメリットです。ちょっと、レックの初級コースのパンフレットを見ながら説明させていただきたいと思います。もしお持ちの方はね、一緒に見ていただいて、今手元にないという方は画面に映しますので、そちらをご覧ください。はい、こちらですね。はい、2020年合格目標のレックの初学者向けの土地家屋調査士試験用のパンフレットになります。はい。で、こちらを見ていただくと、はい、土地家屋調査士の試験概要ということで、基本的には午前の部、午後の部というのがあります。ただし測量司法の試験に合格していると、まずこの午前の部、これが受けなくていい、ここを免除になります。したがってこの午後の部だけに集中して対策を取ることができる、これもう最大のメリットということになります。はい。ですから、これは同じ2020年の土地家屋調査士試験に向けて学習する人の中で、同じ年に測量司法の試験を受ける対策を取るということで学習している人に比べたら、かなり、数歩前を行く、これは一歩リードということだと思います。で、レックのカリキュラムどのようになっているかというと、ちょっとこちらをご覧ください。はい。だいたい1年かけて学習していくということにはなるんですけれども、この免除資格者 A コース、こちらの方を受講していただくことになるんですね。で、免除資格者ということは、測量司法の試験に合格している方向けということになるので、まずはこのインプット完成講座というのをしっかりと受けていただいた後に、模擬試験ですね、直前ファイナル答練というもの、ここでアウトプットの訓練をしていただいて、10月の本試験にチャレンジしていただくということになります。じゃあもし免除資格持っていない方はというと、このようなコースになっていて、さっき免除資格者で見ていただいたコースと何が違うのかといったら、この部分、はい、測量司法合格パックということで、この1年間の中で測量司法の対策も取っていくということになります、ね、したがって、これだけ見てもだいぶすっきりしますよね。免除資格あらかじめ持っているんだったら、もうこの午後の部の対策だけで済むということになります。ただ今午後の部の対策だけで済むよというふうな言い方をしましたけれども、当然午後の部の対策というのが楽なものかって言ったら、そうではありません。
土地家屋調査士試験の合格率は毎年 8% からだいたい 9% ぐらい、ね、まあ、正直難関試験の一つかなと思います。まあ、だから適当にまあ勉強していれば受かるかなという気持ちでは、まあ、これは合格はできないと思ってください。まあ、1年近く学校に通っていただく、通信の方はそれをしっかりと自宅で学習していただく、ね、プラス講義だけじゃダメで、講義プラスアルファで自宅学習というのももちろん重要になってきます。だから、まあ、簡単にじゃあ免除資格持ってたら簡単に受かるのかって言ったらそうではない。ただない人に比べたらこれは当然リードということになります。時間的にもかなりの余裕が生まれます。やはり同時進行で学習している方は、まあ、相当、ね、きつい時期というのが出てきますので、その部分に関してはやはりかなりリードと思っていいです。でもし今年の試験に失敗してしまった、測量司法の試験に失敗してしまったという方も、コースとしてはやはり基礎が全然できていなかったなという方はこちらを選んでいただきたいんです。ね、測量司法合格パックというのがついているものを選んでいただいて、ここもしっかりと基礎から学び直して確実に2020年の測量司法試験、それから土地家屋調査士試験両方の合格を勝ち取っていただきたい。ただ今年測量司法試験ダメだったけれども、でも時間が本当になくてほとんど勉強できなかったんだ、ね、でも教材はちゃんとあるんだっていう方は、何もこっちを取る必要はないかなと思っています、ね、きちんと時間があって勉強できれば合格今年も多分できたんだよなっていう方も中にはいらっしゃると思うんです、ね、だったらこの免除資格者 A コース、ね、こちらを取っていただいて、測量司法の方は今お持ちのテキストで、ね、きちんと学習していただいて、まあ、5月に合格してもらうというところでももちろん大丈夫だと思います。まあ、ここ見ていただいても分かる通り、免除資格者コースは全部で77回、免除資格ない方に関しては96回ということで、まあ、この回数見ただけでもちょっと大変かなというふうに、ね、感じるかと思います。だからどちらを選んでいただいても、まあ、確実に土地家屋調査士試験の午後の対策というのはここでできるというふうに考えてください。はい、で次にメリットその2、これは何と言っても料金です。今はまあレックでキャンペーンをやっていまして、今月中お申し込みいただいた方は、まあ、かなりの割引が受けられるという特典があります。はい、やはり画面見ていただいて、このような2019年度測量士測量司法試験を、まあ、受験された方に向けたご案内ということで、まあ、6万円引きという、ね、まあ、このような大きな割引企画を、ね、やっておりますので、これが7月末までのお申し込みの方ということになります。まあ、もろもろ提出していただかなきゃいけない書類というのはあるんですけれども、細かいことはまた、ね、お問い合わせいただければいいかなと思います。まあ、とにかく6万円というのは、ね、かなりの割引になると思いますので、ぜひこれは考えていただければなというふうに思います。はい、それから土地家屋調査士という、まあ、資格自体どのような仕事ができるのかということに関しては、まあ、測量士測量司法の試験を、まあ、受験されるような方はある程度、まあ、ご存知な方も多いんじゃないかなというふうに思います。土地家屋調査士という仕事は、まあ、これは不動産の登記ですね、登記、ね、登記権利の登記とか、あとはまあ物理的現況の登記とか、ね、まあ、表題部と権利部という部分に分かれるんですけれども、この物理的現況を表す表題部、ここについて所有者の方に代わって登記の申請を行う、それを業とすることができるのが土地家屋調査士という資格になります。で、権利部の方は司法書士さんたちの、まあ、テリトリーということにはなるんですが、表題部に関してはもうこれは土地家屋調査士の完全独占業務ということになってきます。したがって、まあ、ここにもねありますけれども、土地家屋調査士になれば測量の後に必要となる登記業務も合わせてでき、
さらに独立開業も可能というふうに、ね、ありますが、まあ、独立開業も可能というよりは、まあ、独立開業のための資格だと思ってください、ね、ですから測量司法試験で、まあ、学習した知識があるんだったら土地家屋調査士試験対策の土地の部分に関してもこれかなりスムーズに学習が進むかなと思います。ね、全く右も左もわからない方が初めて学習するよりもこれはやはり一歩リードなのかなと思います。はい、で最後に土地家屋調査士試験対策の、まあ、講座としてこの免除資格者 A コースでご案内させていただきたいんですが、このインプット完成講座リニューアルとあります。はい、これは2019年度向けの講座と、まあ、かなりリニューアルしています、ね、でどこがというとこの書式22回、ね、この部分が2019年向けよりも回数をかなり増やしています。はい、で土地家屋調査士試験というのはこれは択一式の問題が20問そして書式と言われる記述式の問題が2問この記述式の問題に関しては土地と建物の登記の申請書を作るといういわゆる実技試験ということになります。で申請書を書いてそして図面を書くということになります。そうなってくると、まあ、一般的に普通に日常生活をしていて、まあ、申請書を作る、まあ、いろんな申請書ありますけれども登記の申請書を作るなんていうことはもちろんねこれありませんし、あとは図面を書くこれも日常生活の中で図面を書くっていうことはなかなかないです、ね、そうすると初学者の方がやはり最初につまずくのってこの書式の学習の部分なんです。じゃあそれが分かっているんだったらこの書式部分を手厚くしましょうということでかなりの回数を増やしました。で書式に苦手意識を持たないようにとにかく毎日毎日やることで、ね、これはもう訓練と言っていいと思います。勉強というよりも訓練、ね、もう毎日毎日やることで体に染み込ませていくそんな学習方法です。はい、で実際に測量司法と大きく違うのは計算するにあたってはこのような関数電卓が使えます、ね、測量司法の試験は手計算でやっていたと思うので、まあ、それはそれでかなりねしんどいものだったと思いますが土地家屋調査士試験ではこの関数電卓が使えるのでまずはしっかりと基礎知識をつけていただいた後で、ね、電卓の機能をフルに使って、ね、学習は進めていきます。はい、それから作図にあたってはこのような2枚の三角定規を組み合わせて作図をしていきます。はい、こんな風に組み合わせて横線縦線を引いたりあとはこんな風に組み合わせて座標軸を作って座標値をプロットしたりというような作業を行います。はい、これもやはり初めての方が最初にこんなことできるのかなというふうにね不安に思われる部分だと思うんですけれどもこれもしっかりと基礎から、ね、やっていくことになりますので、ぜひ心配せずに、一緒にチャレンジ、ね、していただきたいなと思っています。でレックの講座に関しては、まあ、このような割引があるときに、ぜひ、ね、その割引利用していただきたいと思います。料金的には、まあ、正直安い料金ではないと思いますけれどもそれに見合った講義を、ねできるようにこちらもしっかりと努力してまいりますので、ぜひこの後一緒に土地家屋調査士試験2020年の試験に向けてチャレンジしていきましょう。はい、ということで、まあ、短い時間ではありますけれども土地家屋調査士試験にチャレンジしませんかというお話でした。ぜひご検討いただければと思います。では失礼します。